皆さんこんにちは、ヘッドジャパンの山田拓也です。今回はこのワールドカップアイスピードのご説明をしたいと思います。このアイスピードは GS タイプのセカンドモデルとしてできたスキーです。長めのスキーでスピードを出して大きなターンを楽しみたい、そういった方も GS のタイプではちょっとこう難しさを感じるという方にはこのセカンドタイプがおすすめです。GS タイプとの違いとしてはサイドカーブがきつく、長いスキーですけどもカーブがしやすい。もう一つはスキーの幅自体が少し太めになってますので、足場が作りやすいっていうようなところが特徴です。GS タイプですがサイズを短くすることで、小回りですとか、大回りに限らずオールラウンドにも使える一台になっています。